はい、サブちゃんです。ちょっと手土産で。ありがとうございます。かわいい。わからんねん、それみんな。いや、ちょっと待って、でも俺決まってるわ。じゃあ、俺決まってる。ゆめさんさん、ゆめさんさん。どれが好きか。どうぞ。え、スプーン持ってきたで。これでしたっけ。でも、あ、それうまっ、うまっすぎます。うまっ。カイトも食べよう。食べこれ、どうしてます。うわ、最高だ、大好きやんけど。なんか、クランチチョコみたいな。え、めっちゃうまい、やばい。うまっ。アーモンドおるし。君のせいで全員ピント合ってないけど。うまっ。あ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。なんこれ動画回してるからうまい言うてんじゃん。いや、そんな負けない。おーい、なあ、おいしないやん、それ。おいしないやん、おいしないやつやん。うまっ。うまい、いける。いや、違う、あの手洗いがしないな。あ、遅っ。マジでうまいわ。最高や。久々にうまい。うん、なんでこんなうまいねん。これ誰が作ったんですか。はい、やばい、めっちゃうまいやん。まあ、でも実家ケーキ屋なんだよ。それはマジだ。全部嘘。全部うまっ。これ8分届かん。食べえや、カメラばっか回してんとさ。いいよ、じゃあ書いてみましょう。やめて、近寄らないで。いただきます。じゃあ、おもろなってきたな。ってことは、1個余るってことが OK ですか。制裁。え、制裁。いやいやいや、なんで久々聞いたらどうした、レトルトってあるちょっとキュッて締めっぽなってきた。そういうので、あんま笑わない方がいいっすよ。マジでおもろい。なあ、おっぱいドッキリしてきたやん。はい、成功した。いや、失敗ですね。マジで失敗。マジで。これ行った時にちょっと触った。え、やんな。え、お前してんねん。え、やんな。マジ制裁。制裁ってほんまに。え、でもなんかシュじゃけどポンみたいな。うわ、え、どうやった、どうやった、どうやった、よし教えろ。高校生やん。秘密の花園やな。俺ら家は見れた。でもさ、一発目からさ、てっちゃんめっちゃ近かってんやん。あ、だから絶対なんかあるわと思ってん。あ、だって初めの一歩もっと踏み出すはずなのに、ランの横やってん。フェイクでしかないと思う。案の定なんかありましたね。やんな。だるまさんコロナも楽しかった。楽しかったな。楽しかった。触るだけやった。触れたらもう最高。確かに。次またゲーム用紙だからな。次何しよう。ダメな。てか普通のピンクのハサロが割れんで。うまいな。割れるよ。確かに。次やります。はい。いや、絶対しないです。なあ、そうやね。ほんまそうやね。次絶対ゆいやん。大食いで絶対おっぱいやん。ほんまにプール行くのありやな。プール行きたいな。おっぱいやん。ちなみに、
汚いプールやったらありますよ。え、入れます逆に。全然入る。え、ほんと使ってください。え、スターリズムラって言って、スターリズムラ、え、出してるみたいな感じで、2000坪ぐらいの土地をやって毎週行ってるんですよ。そこにプール、学校のプールがあって、めっちゃ汚い。で、今年入れ替えするんですけど、今めっちゃ汚いんで。だから、オケラアメモパーティーどうですか。ほんまに病気なんで、全然笑わんやん。オケラアメモパーティーが開催されるってことですか。そう、恋がおるって言われてるんです。あ、じゃあ探したら。わからん、ほんまに汚いから入られへん。マジで、じゃあその恋捕まえたら。いや、ほんでもするんかな。1個、3m やねん。ああ、全然あるよ。3m、それはある。3m の恋。違う違う、3メートルの高さ。高さ、え、高さ3メーター。こうなってるから下は2メートル。どんな小学校やったんですか。小学校でほんまにそっち、どういうこと。ほんまに使ってほしいよな。そこになんかあれやみたいな、浮世みたいな。そうじゃないよ。これガチ、これガチ。いや、ほんまに見せる見せる。こういう見つけたおっぱい触れる。全然触る。マジ、ほら、え、いいな。いや、ほんまにマジであるでな。テニスコートもあるから。テニスコート、これはいらん。スターリーズパークでしたっけ。スターリーズ村。スターリーズ村。ああ、何だ。センタースターリーズパークじゃないですか。ちゃうわ。スターリーズ村のチャンネルがあって。え、スターリーズ村。すげえ、なんかキングコング西野みたいなことしてる。リーダー誰なんですか。リーダー、リーダーはリーダー村長っていいの。ああ、村長。これなんだけど、あ、村長にあるやん。レスター、え、どうしたの。何人も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 。え、マジやん。ここに、どれどれ、一応釣りみたいなのしたけど、釣れませんかって、ほんまにこんなの。綺麗にしたらやばいっすね。これ綺麗にしたら、だけど綺麗にするのめっちゃ金かかる。めっちゃ金かかります。え、そうなんです。めっちゃ金かかる。30-40万かかるらしい。え、30-40万かかるらしい。でもその恋を破棄するのに結構お金かかるから。え、恋って破棄するのに。あかんらしい。パッてやる。まあ海外では恋めっちゃ高くなりますけど。そう、ほら、行ってきてよ、行ってきてよ。いや、大丈夫です。それ罰ゲームで。え、海外まで行って。どうしたらいいの。いつから持ってんの。いつ、1年も前ぐらいです。なんでなんで。マネージャーの知り合いがそこでなんか畑やって、無農野菜をいら育てて、それを売ってるんですよ。いらんかなって。1個として副業で、副業無駄やな。副業ってもいらはあれやけどな。そこでキャンプとかできる。ビジネスしてるやん。ビジネス。ほんまに一回来てほしいよな、マジで。